はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうじでございます。リュート様、やすし様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。政治活動資金させていただきたいと思います。東京地区の支部長大募集であります。動画の説明欄から応募してくださいね。もう決まってる地区もあるんで、それ以外の方ということなんですけれども、NHK がネット配信サービス NHK プラス月額980円、視聴アプリ無料配布開始だそうであります。なんか危険な匂いしかしませんけれども、Android、Amazon Fire テレビ、Google Chromecast を搭載した端末で、まあ、これスマホとかテレビ、ドンキーが売り出したテレビなんかが該当しますかね。それでダウンロードしてですね、6月30日までは NHK プラスの ID なしにログイン可能、アプリを利用可能ということらしいんですけれども、ネットの反応です。ただより怖いものはない。ダウンロードしたな、金を払え。危険アプリナンバーワン、最近の詐欺は巧妙化してるなぁ。位置把握されて狙われるんだろう。位置情報で監視。使おうたら家のチャイム鳴りまくるで。自動的に受信料払わされるぞ。皆さん疑ってかかってますね。今のところNHK プラスは契約が必要なんですけれども、前はですね、視聴アプリをダウンロードした人から徴収って言ってたんですよね。携帯代に上乗せ徴収されちゃうと、うっかり滞納っていうのが不可能になりますね。だって払わねえでいると携帯止まっちゃうからね。6月30日まで無料でアプリをばらまくと。これダウンロードするときに携帯番号を求められるかもしれないですね。携帯会社もですね、NHK とグルの総務省の管轄ですから、通信っていうのはね、番号問い合わせで住所氏名が NHK に漏れる恐れがあります。もしくはですね、アプリにですね、ダウンロードしたアプリにバックドアが仕込んであって、定期的に位置情報やその端末の電話番号をNHK に送信するバックドアが仕込んであるとか、そういう可能性もありますね。恐れもありますね。で、電話番号を知ったらば、それでね、住所氏名を突き止めて、集金人を向かわせる。こういう風なんじゃねえかな。とにかく NHK は信用ならないんで、絶対ダウンロードしないでください。ろくなことになりません。視聴アプリなしで普通のブラウザで、見れるようにされるのが、まあ、最悪かな。これあれですね、D アニメであるとか Amazon プラスなんていうのは、パソコンで別にアプリなしでブラウザだけで見れますね。NHK の同時配信も、アプリなしで見れちゃうようにされるのが最悪ですかね。携帯持ってるだけで NHK 見れますよね、なんて言われて、スマホ代に上乗せ徴収されちゃったらね。そうでなくてもですね、以前電力会社やガス会社、携帯会社が持っている顧客情報を NHK も利用できるようにしろって要求してですね、総務省に拒否られています。そんな警察の捜査権みたいな権力無理だよって言われて、さすがの総務省もこれは断った。ですんでね、携帯番号を知られるとですね、裏で携帯会社とつるんでて名簿見せろなんつって、この番号ってどこの誰なの、やっかもしんないんで、絶対絶対にダウンロードをしないでください。将来的にですね、アプリなしに、全携帯から徴収を狙ってるのは間違いないですからね。まあもしそんなことになったら暴動起きそうですけどね。暴動、なりそうだとかなったら、であれだな、
許可した自民党も選挙でボロ負けすんだろうな。少なくともあのテレビ見てねえ人、からはね。広島でウクライナに便乗したロシア軍即時撤退でも核兵器廃絶でもを訴える集会が開催されました。でもってあの集まった後にこいつらなんかあのどっかを歩ったらしいんですけども、なぜか救助を守ろうもついでに訴えておりました。ついでですね。ネットの反応です。救助関係ねえ、ウクライナに救助関係ないんじゃん。どさくさで草、世界中が大爆笑。誰に向かって言ってんだ。なんでそれを日本でやってんだ。これは日本人として恥ずかしい。それはロシアに直接言ってください。憲法9条をロシアに守れって言ってんの。誰が誰に訴えてるのか全くわからない、謎だ、主催者発表で約300人の市民がらしいんで、まあ100人いたらいい方でしょうけどね。ひどい場合には30人ってことも考えられるね。実数で300人集まった NHK スクランブルデモは絶対テレビ報道しないのに、左翼の活動はたとえ5人でも報道すんのな。左翼集会はですね、反戦改憲阻止とか、ジェンダー平等とか盛り込みすぎてですね、何の集会かようわからんようになるのが常であります。世間に対する要求が多すぎんだよな。左翼は甘え、他人に対する依存心が強くなければ左翼になんかなりませんからね。だってよく考えてみてください。真ん中より下の人間が他人の稼ぎを当てにして、共産主義にハマんですよ。だってみんな平等に、サボっててもよく働いても、同じ給料だったら得すんのは無能で金稼げないやつですもんね。半分から下、半分から上の有能な働き者は損しますよ。損、全くの損。共産主義にハマってるやつはバカで無能な怠け者っていうのが私のあの試験であります。ウクライナ被害で救助イコール平和憲法っていうのが揺らいでんでですね、今後こういうデモや集会が増えると予想いたします。特にあの総理の地元の広島で増えんでしょうね。でね、総理の講演会あたりがこういうデモありましたよなんて耳に入れてくれたらまあ影響するもんね、国政にもね。まあ全国から動員して数盛るんでしょうね。広島集合なんつってね。共産党もまあ緊結みたいですんで、どこまで続くかわかりませんけれども、参院選まではまあ頑張るだろうな。日本共産党、戦前の日本が侵略戦争に向かった時も反対を貫いた唯一の政党だーなんつって生きてしまいました。どっかあの地方で開かれた集会でですね、なんかあの幹事長かだが政策委員長だかが言ったらしいんですけど、ネットの反応です。戦前はソ連のスパイだったじゃん、そりゃコミンテルの支部だったから反対してただけだろう。生い立ちはソ連の工作組織コミンテルンっていうのもちゃんと言えよ。合法組織になったのは戦後だぞ。戦後テロを起こした唯一の政党、戦後テロ行為で多数の日本人を殺したのも共産党だよな。銀行強盗で政治活動資金を調達した唯一の政党、暴力革命目指してた時点でもっと悪いじゃん。戦争反対でも暴力革命を良しとする政党、唯一の公安監視対象政党。バカだから戦前の日本では非合法結社でしかなかったことバラしてんな。戦前の日本の侵略戦争に戦前の日本が侵略戦争に向かった、ここがまず嘘です。いきなり嘘かまして、それを前提に記事を書くことをですね、コリアンファーストストライクと言いますね。これ命名は私なんですけれども、いきなり嘘をぶちかましてそれをもとに記事を書くつね。K-POP は世界的に人気だがなんつって始めんの記事を、道徳的先進国の我が国ではとか、いきなり嘘をぶちかますっていうね。例のあれですよ。1941年8月に米国が在米日本資産を凍結した、それの報復で、
4ヶ月後、12月8日、真珠湾基地を攻撃と。何が侵略戦争なんだ、嘘だっぺ。ABCD 包囲網で塞がれた回路を破ろうとですね、インドに行ったらなぜかイギリス軍が、インドネシアに行ったらなぜかオランダ軍が、ベトナムに行ったらなぜかフランス軍が、フィリピン行ったらなぜかアメリカ軍がいたんで、それぞれぶちのめしたってだけですよ、大東亜戦争ってね。防衛戦だったっていうことはマッカーサーも戦後認めてんですね、実は。なので侵略してないんだな、戦前の日本はな、反対した唯一の政党です。これも嘘です。戦前は政党でも何でもなくてただの非合法組織でした。ウィキペディアにことの経緯が細かく書いてありますけれども、戦後ね、日本の毒として埋め込んどこうっつって、GHQ はですね、財務担当者をリンチで殺して服役中だった宮本賢治を釈放し、共産主義を合法化しちゃいました。宮本はですね、不破鉄造の前の共産党の書記長であります。組のために服役したやつは出世するのは、ヤクザと同じです。活動資金を得るために日本初の銀行強盗をやったのが共産党ですよ、戦前のね。なので戦前に唯一の政党っていうのは嘘です。政党でも何でもなかった、ただの犯罪組織で、あった革命を目指す連中って約束守る気がゼロだから、平気で一行の中に二つも嘘加減ですよね。革命に成功すればですね、なんつったって我々を家畜みたいに扱うんだから、全て奪って自由も財産も生命も全て奪って家畜として扱うんだから、そんな連中にね気使う必要もないんですよ、あいつら。これをですね、豊島区議会で言ったら、共産党はなぜ法律を破るのが平気なのか、こういう理由なんですよ。革命が成功したら我々から全て奪う予定なんで、どんな嘘でもつけんですよ、どんな法律でも小馬鹿にしてんですよ。言ったらですね、47年ぶりの懲罰委員会にかけられましたんですけどね、私ね。ペンタゴン、ウクライナに370億円の追加軍事支援を発表。お金じゃなくて武器送るみたいですね。武器とか、服とか、食料とかかな。これまでの合計支援額は1950億円に達すると。いうことで、ネットの反応です。やっぱり金持っとるな、小出しにして被害拡大させてない、兵器企業ウハウハですな、間接的なロシア攻撃費だから OK、ロシアのドル資産没収で回収します、ジャベリン1セット2000万円ぐらいするし、お金いくらあっても足んないってことかな。直接参戦よりはずっと安く上がるんだよね。この程度の金額でロシア軍を減らせれば超お得。使用期限が迫った武器を送るだけで米軍の最大のライバルだったロシア軍を崩壊寸前に追い込めるんだから安いもんだろう。弱っていくロシアを見て笑ってそう。帝国の支援額は約230億円今んとこね。米国は1950億円、10倍近いですね。米国の去年の軍事費は101兆円でした。101兆円、日本の一般会計よりも高いので、誤差の範囲ですね。使用期限が迫った兵器をウクライナに送ってですね、解体費用を節約と。大体で新品購入する、兵器産業潤う潤う、票になるしリベートも期待できると。さらに世界中の国からですね、中古のソ連とロシアの戦車をかき集めてウクライナに送るとも発表になっておりました。理由はウクライナ軍が使い慣れてっから。最新型のアメリカ製とか送んないとこがずるいとこですか。小出しに小出しにして、ロシア軍がとっとと息の根止まんないようにしてんのかな。
あんまりガズンってやっちゃうと、もう諦めちゃって、降伏しますんです。じわりじわりとですね、弱らしてって、希望がちょっと残ってる方が、悪あがきして、弱るんですよ。これ企業なんかもそうなんですけど、倒産を免れるために、あがけばあがくほど、再起不能になるっていうのが、まあ、企業倒産の仕組みでしてね。まあ、いろんなものを抵当に入れて、借りれるとこから金借りまくっちゃって、土地も資産も全部なくなっちゃうまで頑張ると、再起不能できにくる。とっとと諦めて、そういうの、金借りれるとこが残ってるうちに、売っ払う資産が残ってるうちに、倒産ってやっちゃった方が、再起できるっていうのは、まあ、定説なんですけどね。アメリカもロシア軍これ狙ってんねえかな。とっとと潔く諦められちゃうと再起可能になっちゃうから、もうじわ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 最後の最後まで弱ってもらって再起不能に持ち込むと。ロ軍が居座ってればですね、今後も追加追加で無限支給、無限補給の予感しますね。これ見て一番ですね、顔面ブルージャパンなのが、近平と中国共産党ではないかな。台湾や沖縄や新潟を盗みに行けばですね、他国から無限補給と無限支援と戦わないといけないって知ればね、翻って中共を支援してくれそうな国はですね、今ボロボロのロシアか、他人を、他国を支援している場合でもないロシアか、もっとボロボロの北朝鮮か、パキスタンぐらいしかおらんもんね。すでに食料輸入国に転落してんで、ロシアより経済封鎖に弱いんですよ。やはりロシアの侵略はですね、大失敗してもらって、中共に戦略見直しを余儀なくさせるのが、帝国の利益ですね。あとロシアが北海道に攻めてこねえように、味しめて、他国の侵略に味しめて、それが帝国の利益。ロシアの大失敗こそ帝国の利益であります。ウクライナのネオナチがーとか、ユダヤの陰謀がーとか言ってる人いいんですけど、そういうニュースソース、どこ探しても見つからないですけど、なんででしょうね。そういう人だって、どこ見てんのかな、謎だな。報道は私、1日にニュースタイトル、まあ、100個も200個も見てね、情報探してますけど、全然見当たらないですけどね。あとね、事実とか善悪なんてどうでもいいんですよ。ユダヤの陰謀側でも、それが事実でも、ネオナチ側が事実でもどうでもいいんですよ。どっちがいいとか悪いとかどうでもいいんですよ。ロシアを絶対悪と決めつけてですね、なるべーく弱らせるのが帝国の利益なんだからさ。そしたら帝国はそれが正義ってなるでしょ。どっちがいいとかどっちが悪いとか、そんなね、幼稚なことを言ってたら生き残れませんからね。ミシェル EU 大統領、近平にロシアを支援すれば中国の親友が失墜しかねないと警告しました。近平、火に油を注ぎ問題をエスカレートさせてはならない。どういうこった、よくわからん返答だな。ネットの反応です。信用してたのがすごい。中国に信用とかない。中国に失墜するような信用などもともとない。今まで一度だって中国と EU に信頼関係なんかあったの？中国人相手だと金払うまで船から荷物降ろさないのは商社の常識。大豆とトウモロコシを禁輸すれば中共は人民に倒されるから、内心ガクブルだぞ、いうような意見ありました。近平、信用などもともとないって、ミシェル EU 大統領に返したら面白かったのにな。問題をエスカレートさせてはならない。これってどういう意味なんだろうね。ロシア支援を続けるって宣言なんだが、
戦争を早く終わらすために支援してないよって意味なのがどっちとも取れる、言っても殴っても分かんないのが中国共産党ですけど、これで身動き取れなくなるといいですね、それこそが帝国の利益であります、というわけで善悪とか真実とか事実なんかどうでもいいからロシアには弱ってもらいたい、帝国的にはと考える靴沢でありました。デトックスジャパン。